こんばんは。聞こえますか？ちょーっと。お疲れ様です。バラ、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、いいっすか？おつ。カマハン行ってみろって言ってくれ。何かね、あんな、あの家ん中で走る装置あるやん。なんて言うんだあれ。なんかこうベルトが回るみたいな。あれ高いん。何歩ぐらいするん？ルームランナー。下から何歩？5万。いや、え、5万。そんなもんな。はい、音がうるさい。別に家に音なんかうるさくても、こっちは外じゃ嫌よ。夜なんかもう絶対イノシシとかに襲われたらどうするの。そういうとこがあるけん俺は家でやりたいんよ。こんな真夜中でこんな田舎走りよったらお前殺されるわ、イノシシに。外に出たくないんか俺。命の危険だけは避けたいけん。そう、田舎のもんなん。いや怖いんやって。夜道は怖い。何が起こるかわからん。いやマジでウリ坊やったら勝てるけど、ガチのが来たら俺殺されるけん、やだ。あざすって。家の中走る。いやいや、嫌ないんよ。もうなんか景色変わらんでええけん、俺あの玄関とかも置いて走りたいんよ。ちょっと5万。アマゾンで1万5000。絶対そんな人力だろ。そんなに、え、5万やったらちょっと俺考えるな、マジで。動画見ながらって。今日はなんかアマゾンの原生林で2人でなんか料理作る、7日間放置されとるっていう動画が、尺が30分ぐらいあったけど、それ見ながらずっと筋トレしよった。もうクソ田舎は街灯もないけん。いいやつは15万。高いな。15万はちょっとさすがに俺も手が出んわ。ディスカバリーのやつ、それ。エアロバイク、エアロバイク。いや、バイクじゃなくて、俺は走りたいんよ。走りたいっていうか、ちょっと、軽いランニング的なもんがしたいんよ。バイクはええわ。俺は自分の足で歩きたい。漕ぎたくない。もう、チャリとか。運算すんの。ジムにも行きたくないんよ。俺は自宅でやりたいんよ、自宅で。泳ぎたくもない。もう、外に出たくないんよ。陰キャとして、こう、やりたいんよ、トレーニングを。わかる。いやいや、き。あれも嫌、これも嫌。出たくない。家から出たくない。トレーニング中は割と孤独。さらに孤独になりたいんよ、俺は。もっと。もっともっとじゃ。踏み台昇降。そういう地味なんはちょっとあんまり俺も。陰キャトレーニングって。ガレージとか。ガレージあるよ。ガレージっていうか倉庫が。ただ空気が悪い。ジムのマシンとテレビ見ながらできる。ねえ、テレビなんか見んでええんやけん。別に。トレーニングしてるとこヤッサン見られたらどうするんて。ヤッサン、お前ちょっとおかんに奮起されよったと。俺が槍を見て。あんたもやりやって。嫌よって。
ヤスさん嫌よって即答しよった。絶対嫌ですって。強いなって。わしは釣りに来よるけんええんじゃっていうわけのわからんなんか切り返しよった。でもなんか歩きよりはしよるみたいな、なんか日中そのまま帰らん人になりそうでちょっと恐ろしいんやけど、俺はヤスさんがそろそろ本当に歩かして大丈夫なんかって。畑仕事の方がトレーニングよりハードや。そうなんよ。それな、ラットプルダウンできる場所あれ欲しいな。広背筋をちょっと鍛えたいっていうのもあるな。確かにそっちか。ならこう引くやつじゃろ、なんか手で持ってこうグググって。まあそれはダンベルでどうにかなるでしょ。歩けなくなると一気だ。そうやな、確かにって。有酸素はしなくていい。チンニング何それ、チンニング、どういうあれですかね。ちょっと卑猥に聞こえますね。チンニングは懸垂。あ、そうなん。いやらしいこと考えてたでしょ。おおん、チンに来るようなチントレ